ルーカス・ツッチリ・グラッシュは、ブラジル・サンパウロ出身のレーシングドライバー。身長179センチメートル、体重74キログラム。1997年から2001年は、世界各国のカート選手権に参戦。パンアメリカン選手権チャンピオン、南米選手権チャンピオン、ブラジル選手権チャンピオンと、完全制覇する。2002年は、 ブラジルフォーミュラルノーデニー。2003年は南米 F3 に参戦。選手権2位。2004はイギリス F3 に参戦。選手権8位。この年からルノードライバーディベロップメントプログラムに入る。2005年はユーロ F3 に参戦して選手権3位。その後マカオグランプリに参戦して総合優勝を果たす。 2006年から g p にに参戦。2006年はデュランゴチームより参戦。初年度はランキング16位で終える。2007年はアートグランプリから参戦。この年急成長し、ランキング2位に入る。2008年は第4戦からバルワインターナショナルカンポスチームから参戦し、初め参戦を欠場していたのにもかかわらず、ランキング3位となる。 この年ついにルノー F1 チームのサードドライバーになる。2009年はレーシングエンジニアリングから参戦し、ランキング3位となる。2008年にルノーのサードドライバーになり、2008年のオフシーズンにホンダのテストに参加。しかしホンダが撤退したためレギュラードライバーのシートは得られず。2009年は GP2 に参戦していたが、 シーズン中にネルソン・ピケがチームを離脱、サードドライバーのロマン・グロージャンが、レギュラードライバーに昇格したためサードドライバーに復帰した。2009年12月15日、バージンレーシングと契約したことを発表。2010年の F1 世界選手権に参戦することになった。開幕2戦はマシントラブルでリタイアに終わった。第3戦マレーシア GP では、 マシンの燃料タンクの設計にミスがあったために終盤ペースを落としての走行ではあったが自信初となる完走を果たした。第9戦ヨーロッパ GP では予選で初めてチームメイトのティモグロックより前のグリッドを獲得すると決勝でもグロックより前の17位でフィニッシュした。第16戦日本 GP では久しぶりに予選でグロックの前につけたものの 決勝スタート前のレコンサンスラップ中にクラッシュし、スタートできずに終わった。2011年は本人曰く、スポンサー不足が理由で、バージンのシートをジェローム・ダンブロシオに奪われてしまったとのこと。他チームのシートを得ることはできなかったが、ピレリのテストドライバーに就任した。2013年には、翌年よりシリーズ発足が予定されているフォーミュラ E の開発ドライバーに就任し、 初年度のワンメイクマシンである SRT01E のテストを担当している。2014年から開幕した FIA フォーミュラー E 選手権にアウディスポーツアプトフォーミュラー E チームから参戦。初戦の北京 EP では最終25周目の最後のコーナーで前を走っていた2社がクラッシュした隙にトップでゴールフォーミュラー E 初めての勝者となり、以降も 頻繁に表彰台に上がる活躍を見せる。第8戦のベルリン GP も優勝、年間チャンピオン争いから頭一つ抜け出したかに見えたが、レース後の車検で違反ウィングの使用が発覚、失格となりこのレースでの得点を失う。これが影響して、初年度は年間3位に終わった。リベンジを誓う、翌15から16シーズンも序盤から好調で、 第2戦プトラジャヤ EP で優勝し、序盤4戦で、すべて表彰台に上がる。ライバルであるルノー・イーダムスのセバスチャン・ブエミと、ランキング争いでも優位に立っていた。しかし、第5戦メキシコ EP でも優勝したかと思いきや、レース後の車検にて最低重量を下回ったとして、失格となってしまった。その後は二連勝、三位、四位と得点は、重ねるが、この失格が響き、 同じく参照を上げていたブエミに最終戦でポールポジションを取られたことでついに同点に並ばれてしまう。迎えた決勝はスタート直後の1コーナーでブエミと接触、両者揃ってポイント圏外でのレースを強いられる。タイトル争いはファステストラップの2ポイントをめぐる戦いとなったがブエミの出したタイムを自身含め誰も最後まで塗り替えることができず。 わずか2ポイント差でまたもチャンピオンの座を逃してしまった。3戦3年目となる16から17シーズンでは、ブレミが前半6戦で5勝と圧倒的な速さを見せるのに対し、自身は1勝と表彰台3回に止まり遅れを取っていた。しかしブレミは、その後第7戦ベルリンイプリックスで失格、第9戦、第10戦ニューヨークイプリックスを欠場。 第11戦モントリオールイプリックスで再度失格と4戦ノーポイントとなり、その間にデグラッシュは上位入賞を繰り返してポイントをため最終戦を前にランキングを逆転することに成功する。そして最終戦でブエミがノーポイントとなったため3シーズン目にして悲願のチャンピオンを獲得した。 ミグラッシュは前年は失格が響きチャンピオンを逃したが、くしくも本年はブレミが失格や欠場の影響でチャンピオンを逃すという正反対の結果となった。なお、今シーズンは全てのレースでファンブーストを獲得し、フォーミュラ E 史上初めての前線ファンブースト獲得者となった。V8 スーパーカーストックカーブラジル、ありがとうございます。